ウェルギリウスの墓は1779年から1785年にかけてジョセフライトによって描かれた三つの油絵。1773年から1775年のイタリア旅行中の作品でナポリ付近の破壊された構造物が描かれている。この構造物はこれまで古代ローマの詩人であるウェルギリウスの墓であると解釈されてきた。 三作品の中で最も早く1779年に完成したものは、ウェルギリウス没後間もなく活動し、ウェルギリウスの崇拝者であったシリウス・イタリクスの像を含んでいる。三点のうち二点はダービー博物館、美術館及びアルスター国立博物館で鑑賞できる。ライトの作品のうちろうそくに照らされた場面を描いたものとは異なり、ウェルギリウスの墓では、 圧倒的な月光によって光が溢れている。このような描写は、ナイトが画家として成熟していく過程で、実際に存在したものと実際には存在しないが、存在してほしいと願ったものの微妙なバランス感覚を持っていたことを反映している。1782版のベルギリウスの墓、ダービー博物館、美術館所蔵。1785年版の ウェルギリウスの墓、雲を突き破る光、ベリファストアルスター国立博物館所蔵、ありがとうございます。